ターボママの今日の晩ご飯何にする？任せて。はい、ターボママの今日の晩ご飯何にする始まりました。先ほどにからスタジオにいてくださいます高井美智さんにね、今も残っていただいておりますので、先ほど伝えきれなかったお産母兵のね、熱き思いをね語っていただくのと、あとはもう高井美智さんはね、もう専業主婦のエキスパートでございますので、あのお料理の数々もねまた紹介していただこうと思っています。で、アーボママなんですけれども、今日もね、あのカフェアーボの桜ランチがね始まりまして、お忙しくってスタジオには来られてないんですけどもね、電話かけますよ。先週かからなかった、今週はかかると信じております。かけさせていただきます。おかしいですね。先ほどね予行演習でかけたんですよ。でね、スマホの音量は出るようにしといてくださいと言って先ほど切ったところなんです。なのにアーボママお出にならない。あら、これいかに。じゃあちょっとあの家電の方にかけてみましょうかね。ねえ、なんかね、アーボママとはね、あのパラレルワールドとはよく言うんですけどね、あのほぼほぼ言ってることが伝わっていないというのがね、今またよく分かりました。今度はどうでしょうかね。これか。あれ。はい、もしもし。はい、アーボママやっぱりパラレルワールドでした。あのスマホにかけたんですけど、まだ音声を切っていらっしゃいましたか。ごめん、今ね、ええ、カバンの中を探してたところ、あ、スマホがねありかがわからなかった、はい、今出てきました。あ、はい、それはもうでもこの家電で結構でございます。あ、はい、はいはいはい、あのお疲れ様でございます、はい、そしてお久しぶりでございます。お久しぶりでございます、はい、今あの、はい、カフェアーボでは桜ランチをされていると聞いておりますけども、うん、お客様は連日満員でございますか。うん、まあまあ、はい、ありがとうございます。これから桜ランチ食べたいよっていう人は今から予約入れても食べに行けるんですか。いや、ね、うん、もうほぼ満杯ですね、はい、でもほぼというということはどっか数日1名2名なら入れる日もあるということですか。来週の金曜日ぐらいかな、うん、あ、来週の金曜日だったら入れる。皆様枠うせもございますよ、うん、どうしても行きたい方は来週の金曜日ね、はい、あの、はい、5日でございますね。5日金曜日だったら数席用意できると。で、今はどんなお料理がいただけるんですか。桜ランチというとやっぱりお花のイメージでございますか。桜の、いや、なんかね、うん、いろいろ以上、桜ランチとは銘打ってるけれども、まあ、この春の季節のお料理ということですね。そうですね、はいはい。いつも作ってる桜プリンとかは、はい、はい、おなじみの登場します。ピンク色の桜プリンですね。はいはい、あの桜餅の味がするんですね。ね、そうですね。はい、うん、あの今日ね、高井さん見えてるんじゃない。あ、もちろんですよ、来られてますよ。おりますよ。高井さん、お久しぶりです。お久しぶりです。今度あのご一緒できるかと思ってました。え、あ、今日ですね、うん、今日はね、ちょっとあのちょっとね、今も桜プリンを山ほど作る。あ、今桜プリン制作中。そう、もうさっきなんかね、あの彼女から電話もらった時もね、もうあんこがどこ行ったか分かんなくって、もうスマホも分からへんけど、あんこの場所も分からなかったんですよ。やっと今カバンの中にあったっていうのが分かって、はい、
ちょっと電話がかかってきて、桜プリンは白あんなんでしょうか。いやいや桜なんよ。意味わかる、うん、あのね桜の葉は葉の 葉があるでしょう、はい、桜餅の大島桜ね、うん、はい、あの葉っぱが入ってるから、うん、やっぱり桜の香りがするいい感じですね、あんこです、うんうん、そうです、はいはい、それはぜひ食してみたいですね。食べたいね。じゃあ高井さん金曜日ですよ。金曜日しかもう席は残ってませんよ。じゃあご一緒しましょうか。あのね高井さん今度私ねすごい楽しみにしてるんですよ。え？あのあお三毛平のことですね。あなた私だって本当に楽しみにしてる。私一番最初にアーボママの声を聞いたの時に私この声好きって言ったのを覚えてます。いえいえもう本当お恥ずかしい。このダミ声はねもうどうしようもない。いい声ですよ。ええ声、いい声です。声は変わってないんです。うん、うん、そうなんです。じゃあでもだいぶだの心ここにあらずみたいな感じですので桜プリンの制作に戻っていただいてよろしいでしょうか。はいはい、はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってくださいね。はいはい、はい、ありがとうございました。はい、また伺います。失礼いたします。はい、失礼します。失礼いたします。はい、よかった、ついに電話がかかった危ない綱渡りみたい。そうそう綱渡りですよ。いつもなんかねかからへんまま番組が終わることがあってリスナーの人がアーボママ自由すぎバクとかっていうメッセージが届くんですよではでは高井様お待たせいたしました、はい、先ほどの30分ではちょっとね、うん、お三茂平に対する熱き思いが語れないままどっかからピュッてワープしてしまってもう兵庫の芸文でやりました県民創作オペラとして再演もしましたっていうので終わってしまったんですけど、ちょっとピョンって飛んでしまった前に戻ってぜひお話しくださいませ。いやちゃんと時間を聞いてなかったもんでまだまだ あると思ってはったんですね。一応そう最後終わるのは8時43分って言ってたから間に15分休みがあるとはつゆ知らないという状況でしたね。配分が悪かったです。はい、いえいえ、いやお三茂平をやってていろんな思い出あるんですけれど、はい、なんかめちゃくちゃ面白いのが資金を稼ぐためにメンバーで頑張った焼きそば作り、うん、焼きそば作りもうだんだんほら今日の晩ご飯何にするにぴったりになってまいりました。どこかでイベントがあると出かけて行って、はい、メンバーで焼きそばを焼いて、はい、その当時は大きな声で言えませんでしたけど、はい、6玉もし焼きそば作ったら、はい、7つの船に分けて入れてましたから、まあ、許されるでしょ。ほら グーも入れますからね。キャベツやら人参やら豚肉やら入れますからね。その分ちょっとね、ちょっと悪度い商売をしたかなという。いやいや大丈夫、何も一玉とは表示してないですからね。焼きそば一船という表示ですから全然大丈夫ですよで場所によって、メンバーは割と顔の広いっていうかいろんな地域で活動してる人が多かったもので、はい、知り合いが通るたんびに素通りはさせないというもう地元あるあるですね。もう買わずに行くのって脅されると皆さん買ってってくれまして素晴らしい、まあね、焼きそば一船ぐらいと皆さん思って協力してくださったんですね。でもその焼きそば一船がお三茂平オペラ実現へのね一つとなるわけですよ。そうですよね。それからいろんなイベントがあった後の打ち上げパーティーを引き受けるとか ね、ケータリングするっておっしゃってましたよね。すいません、今までケータリングとかされたことは皆さん経験終わりやったんですか。ありません。ありません。家庭の中で、はいはい、家庭の中でケータリング、あ、なるほどね、作ってらっしゃいます。量を増やせばいいだけですよで家の中のリビングのテーブルに出すかよそのお宅のテーブルに出すかっていうことですよね。やっぱり主婦強いですね。
パーティー打ち上げパーティーとパーティーがついたら、家庭料理ではちょっとまずいなみたいな、ちょっとゴージャスな感じにしないといけない、いろんなことを本を見て研究しながらっていうか、おもてなし料理のご本なんかをご覧になって、で、一つのテーブルに何人分っていうのが決まると、はいはい、何をどれだけ買ってどれだけ料理をしたら間に合うか、はい、あ、本当にそれ未経験だったらそれはそこからですよね。そうそう、だから何を作るのに、うん、例えって言えばどうだろう、うん、じゃがいもが何個いるとか、あ、それのそのちょっと感覚も分かりにくいですよね。そうそう、だってお家で作るのは何個切ったら何人分になるかですよね、まあ、お家ではまあまあ4人とかね、うん、大家族でも6人、そうそう、まあ、多くても10人ぐらいまでですもんね。そう、うん、だからそれをね、毎晩毎晩私紙に向かって考えてました、うん、一応献立とともに分量もちょっと目算しないとダメなんですよね。何しろ食事の担当でしたから、うん、あ、そうだったんですね。でみんなが、高井さん、私何買ってったら持ってったらいいのっていうのは、それを采配するんですね。あなたは何、そうそう、あなたは何、人参は何本で、うん、はい、お米はあなたのとこ作ってるよね、うん、って言って、じゃあ10キロほど持ってきてると、割と強引になるほど、まあ、野菜には今何が取れるとか、田んぼにあるものを、畑にあるものを持ってきてもらう、 それは新鮮でいいですよね。そう、あの一度市場通してないですよ、まあ、です、畑から直ですよ、産地直送、あの対価を払わなくていいからいや皆さんね、肥料なりなんなり労力をかけて作ってらっしゃるんですけどもまあね、儲けていただくのは他の場所で儲けていただいて、そうそう、ここには教室ということですね。はい、でそれもすごい楽しかったですし、はい、それからあのオペラの話に戻るんですけどね、はい、あのオペラで練習に集まるっていう時に、はい、うん、あの仕事終わりで皆さんいらっしゃるので、はい、あの食事途中でほら、うん、パンをかじってきたとか、うん、おうどんだけ食べてきたとかっていう方もいらっしゃるけども、うん、何も食べられない方もいらっしゃる、直で来られる方もいらっしゃるから、うん、練習日には必ず 何名か分が間に合うように、はい、作っていくんですよ。あ、お弁当みたいな形。そうそう、だから寿司おけにお寿司を一つ持っていくとか。素晴らしい。そこもまたケータリングですね。そうそう、それからおにぎりを作って皆さん食べられるようにするとか。嬉しい。それね、よくあのほら公演の時とかそういう時だったら差し入れってありますけど、毎回の練習でそれがあるのは嬉しいですよね。まあだって申し訳ないのでね。おお、それ本当にありがたいことでございます。でそういうことをこう。うん、あの些細なことだけど、うん、そういう風にしてると、うん、はい、あの歌頑張って歌ってくれるかももうそれ大事ですよ。それはもうお腹減ったままでは力も声も出ませんよ。いやだから、まあ、そういう意味でもなんか仲間同士も、うん、あの作らなきゃなんかしなきゃねって言うんで、うんうん、あのやっぱり、うん、あの意気投合しますし、いいですね。そして出演者の皆さんともあのやっぱり食べ物を挟むと割と近しくなりやすい、うん、やっぱりほら同じ釜の飯を食うとはよく言ったもんですね。そうですね、そうです。うん、だからまあ楽しみにあの来てくださる人もいたし、はい、あ、それその今日なんだろう、今日はなんだろうって思ってくるんですよね。いやもうめっちゃちょっとテンションモチベーション上がりますね。でしかも本当にでもあの出演者の方のことを考えてらっしゃいますね。だってその無理から笹山口駅前のビルの大きいフロアを契約してるのにそれを3ヶ月待ってと契約を引き延ばしてまで場所を提供してもらったっていうのも、うん、まあ、あの出演される方たちが集まりやすい場所ということでの、ね、自分のためじゃなくて出演者の目線での、ね、頑張りですもん ね、 ね、うん、そのためだったらちょっと頑張って、ちょっと普段だったら私のためには言えないけど出演者のためにだったら言えるということ、それありますよね。確かにね。 うん、でもあの小杉社長とは今でも仲良くさせていただいて、偉い目におったって思ってる、あの人やみたいな、なんでわしうんて言うてんやろうって思いながらでもそれはものすごく大きかったですね、うん、あそこの場所を借りたっていうことが、うん、素晴らしいですよね。そして本当に美味しいものがついて回るのがもう本当にありがたいですね。でももう本番間近になるとね、うんうんうん、あの舞台を作るとか、はい、そのいろんな方に手伝っていただくわけですよね、はい、あのかつらを、化粧を、はい、着付けを、うん、そういう方たちにね、うん、
あのお弁当をね、ええ、買ってあげるっていうのはすっごい出費になるんですよ。なるほどなるほど、あの市販のものを買うっていうのはね、うん、それもお弁当で、うん、おにぎりをせっせせっせと作ったしまいに、うん、あのおにぎりも食べ飽きたんですけどって言われてしまった。しゃあない弁当にしようとかって、うん、ね、でもね、私思うけど、あのお母さんが作るご飯って何回食べても飽きないですけどね、まあ、おにぎりだけだったから飽きられたかもしれないけどね、あのその手作りのものって本当なんか飽きが来ないっていうのありますよね。まあ、でもあの本当にあの、うん、お金のないグループだったんで、皆さんよくそれを分かってて、それはしょうないなと。でもそのお金はないけど、そのできる限りのことをみんながしてくださってるっていうのはもうみんなよく分かってくださってたんでしょうね。なんかだんだんとね、うん、あの練習してるうちに家族っていうか、はい、なんか意識がそうなっていく、もうチームですね、本当にね。本当にね、なんか、うん、誰かが差し入れ持ってきてくれたりみたいな、うんうんうん、だってね、そのまあ言うたら実行委員の方じゃないですか、うん、その方たちがね、毎回毎回お稽古に最初から最後まで付き合うっていうのも、それもなんかすごいことじゃないですか。まあ、全員じゃないですけどね、うんうん、あの主要 の、 あの担当するメンバーはその毎回西宮とかね、笹山だけじゃなくて西宮ですることもありましたし、そしたらもうあの夜にね、あの車で、うん、あの運転手が乱暴でね、はい、よくあんな車の横に乗るなって言われながら通ってましたけれども。あ、そうですか。ね、すごいやっぱりこうちょっと普通の、まあね、いろんな会をするとき実行委員さんってされるけど、まあ、どっちかって言ったらその企画運営の会議はされるけど、うん、そのそれぞれのねお稽古まで付き合う実行員さんはまああんまりいらっしゃらないですよね、きっと。でも付き合うって言って横でじっと見てるんじゃなくて、うん、はいはい、つい口を出してしまう。まさかのまさかの口を出す。一体何をどうおっしゃるんですか、どなたに。あの練習、あの今日はここからここまでっていうふうに区切って、はいはい、中西悟先生が指導なさるんですよね。ええ、けはい、そうです、はい、なんですけどね、はい、私たちがクッと首をかしげると、はい、先生は練習を止めて、マジですか。え、なんかあったか。あれすごい、何なんですかね。演出家の上を行く総監督みたいな。でこう一区切りがつくたびに、私たちの方を振り向いて、はい、これでええか。すごい、中西悟先生もうめちゃくちゃできた方ですね。あれからまあ一応その思いをね、熱い思いのがあるのを知ってらっしゃるから、その思いに合うような作品作りにしてあげようっていう気持ちをお持ちだったということですね。そうですよね、うん、だからなん、ことあるごとにご飯食べに行くとか、はい、一緒に、はいはいはい、あの中西悟先生ともね、あの演出の芦田先生とかね、はい、あ、演出の方はまた別にいらっしゃったんですね。そうです、はい、本当にその演出の先生が途中で体調崩されて、はい、なんか食べる喉通りやすいものをみんなで考えて作っていくとかね、はい、おうおう、そんなこともして本当に、はい、後からすごく感謝していただいて、あ、そうですか、面白かったって言っていただいて、あ、そうです、なんかもうほんまにみんなのお母さんですね、みんなのことを考えて ね、 ね、でも口出すのはあれはまずかったなと。まあ、普通はありえないかな。そうです。あの作曲家演出家を差し置いてでこう動きの練習になると、どうしてもメンバーがその全部一斉にっていうことになるから、はいはい、あのエキストラで出るわけですよ、はい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 、もう人数分に頭数にね、え、あの、ええ、あの高井さんたちもそうそうそう、あれば。まさかの、そしていらん演技をしようとする、うん、そうなんだ。で演出の先生があれこれ言ってる横から、いやこうですよ、ああですよ、こうした方がいいですよって声を上げると、あの最初はね、黙って聞いていただいたんだけど、はい、最後にうるさいっ
って怒られて、すいません、今うるさいと怒られてたのはどなたですか。え、いや、こっちのメンバーに向かって、ああ、はいはいはい、に向かって、ごめんなさい、怒られたのは中西先生、うん、そう、いや、中西先生じゃなくて、演出家の芦田先生の方がちょっと怒られるんですね。自分が演出してるのに横からおばちゃんがあ、じゃあこう、じゃあこうした方がいいんじゃないですかっていうもんだからそれはすごい本気で怒られてね。そうですか。プロだったら出ていけって言うぞって言われて、で私たちは、私らプロと違うもんなって言っておかしいおかしい、もうね、もうお母さんたちにはもう誰も叶いませんねでもすごい楽しかったです。でも本当に、本番で、体調崩して欠員が出ても、私らでいけるよなっていう本当にもう歌全部覚えてて、お稽古に全部出てあるから全部間違ったらすぐ分かるよっていう感じで、私もね、作曲家の中西悟先生のちょっと見てたんですけどね、中西先生のね、代表作のトップに、オペラ、おさんもへ、丹波、歌、ごよみって書いててますよ、トップに。それは知らなかったそうそう、だってその次がね、管弦楽のための幻想曲天の笛とか、管弦楽のための道の奥とかやし、トップがね、オペラおさんもへになってますよ。いや、でもそれで言うとね、中西先生にすっごい申し訳ないことをしたんだけど、何でしょう、中西先生にいろいろお話をして原作していただいたんですよ。はい、はい、だけども仕上がったものをやっと書けましたって言ってもらって、はい、で私と仲間とね、私らがやりたいんこれと違うよねっていう話になって、まさかのダメだし、そう、はい、で書き換えてくれはったんですか。で私たちがやりたいのは、はい、こうで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 ってまた先生のお宅に伺って、はい、まあ喋り続けたんです、そしたらしぶしぶ書き換えていただいて、すごい、それなかなかしてくれはりませんよねそんな生まれて初めてって言われました。そうやね、きっとみんな遠慮して絶対言わらへんよね。大化ですよ、大化ですよ、本当に関西のモーツァルトって言われてすごい。でもその関西のモーツァルトの方の、プロフィールの一番最初に代表作オペラおさんもへって書いてありますから、すごいですね、書き換えてよかったかも。そうそうそう、絶対そうだと思います本当に、だからその書き換えられる前はちょっとどうしても近松とか井原西鶴よりやったんですね。でもそこを高井さんたちが、いや、もう絶対そういうのにしてはいけない、二人をいい人にしないといけないっていうあれがあったんですね。もう絶対に私たちがしたのはね、雨乞いの刀っていうのがあって、はい、それはモヘイさんのお家にある、はい、家宝なんですよ。すいません、それは全くの創作ですね。はい、はい、今いろんなのが落ちていきましたけどすごいすごい。それでそれをね、はい、おさんさん の、お父さんがね、はい、貸してくれって、はいはいはい、なんかいろいろ理由を言って貸してくれって貸したのを、お金に困った時に売っちゃったんです、はいはいはい、それ創作ですね。そう、うん、でその刀を探しに、はい、モヘイが旅に出るわけです、はい、でその頃にはモサンさんは、お金がないもんだから、はい、その京都の大教寺屋っていうところにお嫁に行っちゃってんです。もうなんか人質のごとくで、そこはそこの旦那様というのが刀好きでね、はい、でモヘイはいろいろ探し歩くんだけど、そこだったら刀が集まってくるかもしれない、と言ってそこに、はい、仕事を頼むんです、就職を、はい、で入れてもらったら、そこのおかみさんが、はい、おさんさんだった。おお、それ高橋さんたちの創作なんですね、その辺のストーリー。でそれを中西悟先生にこんなにしてほしいって言ったんですね。そうです、いい本になりましたあ、そんなおかしい、中西悟先生びっくりやね。絶対中西悟先生ね、近松やら井原西鶴やらの脚本を読み込んではったと思う、ね、そうですすごいな。でもだからその、家の方で、はい、お百姓さんが雨が降らなくて困ってるっていう、
雨乞いの時の儀式に必要という、必要だから、だからそれをずっと、大教寺屋で隠してるの、うん、はい、大事な刀として売らないで隠して持ってたの。それを、うん、モヘさんが中に入って見つけて、なんとかして持ち出そうと。今考えるとね、黙って夜にスッと持って出れば済むことなんだけど、そうじゃなくて、わざわざのおさんさんが持って出るんやんね。三味線のお稽古に行くと言って、そこに刀を入れて持って出るって、ママ絵にはなりますよ。そうなんです、ね、あの闇に常時でじゃなくて、そうそう、お昼間に堂々と大きな三味線やなって言われながら、いいで、いい話ですよね。 そこの部分が全部創作っていうのがすごいですね。それを持ち帰って、その雨乞いの儀式をして、はい、雨が降り、はい、春日町の皆さんに、はい、農家の皆さんに喜ばれて、それがあったから捕まった、あとね、斬首はされても、その亡骸を丹波でちゃんと祀ってる、でおさんさんは捕まった場所で、おさんの森として祠が建てられて、ご近所の皆さんがずっと江戸時代から今までちゃんと守っていらっしゃると、私たちは思います。あ、なんかいい話ですね。納得いくでしょ。納得いきます。いい話です。そう、でもね、やっぱりそのおさんもへっていうのを丹波市にいらっしゃってもご存じない方が多かったり、そのおさんの森って、まあ、ひらがなで書いてあるじゃないですか。そしたらそこを通るね、高校生が赤ちゃんを産むおさんの森、その祠とか思わるところが、やっぱりちょっとここでほんまのおさんもへを知ってほしいですね。そうですよね。で、こんな題材ってどこにでもあるもんじゃないから、はい、なんか大事にして、なんか後につなげていけるのがいいけどなと思います。ね、いいですよね。で、今度ね、4月21日にするおさんもへ、こちらの方は、井原西鶴さんの方を主にして、 そうですよね、でそこにちょっと荻野会長が新たな演出を加えということで、やっぱりこう本当の話にちょっといろんな人が加えていくのは面白いですね。ねえ、最後に何が残るのかは分からないですけど、本当に不義三つという話になってましたね。はい、ね、そしておさんもへのことに関してはもう高井さん十分語ってくださいましたか。いえいえ、おさんもへをやって、そのやった感っていうんですかね、みんなで本当にたくさんの人にお手伝いを、私たち口ばっかりなんですよ、何しろ。いやいやいや、まあね、いろんな。で、手で何かをするときには必ず地元の皆さんに助けてもらいながら、いろんなこと、ほとんどお願いして、で成り立ったもんですから、もう感謝しかありませんし、皆さんとそういうふうに関われたっていうことは、すっごい幸せな時間でしたね。そしてもう一人だけ、どなたどなた、おさんもへのイメージのキャラクターみたいに、それがポスターだったりチラシだったり、それからいろんなおさんもへのイベントの時には必ず、書いてくださったのが、加藤正夫さんっていう丹波篠山市の方なんですけど、私が引っ張り込んだ方なんですけど、銅版画で有名な方ですよね。ずっと関わってる間中、何の仕事も無料でしていただけて、あれは本当に限りなく感謝でした。あ、そうですか。本当にいろんな方にお世話になって、でも加藤さんとはね、宮沢賢治の童話を読む会っていうのを長くその加藤さんの工房、方工房さんでされてた時、きっとご一緒にされてたんですよね。そうです。それはもう5年半くらいしたかし続いた。そうですか。で、ね、やっぱりそういうご縁があるから、それは高橋さんのお願いはね聞かないとダメですよね。だからちゃんとそこ、加藤さんとこでするときは一生懸命お手伝いをさせていく、ね、あの時もなんか美味しいおにぎりとか作ってらっしゃいませんでした。はいはい、はい、私の握ったのかも分かんないし、お菓子も私の焼いたのかも分かんないし、ね、あそこなんかいいなと思ってました。
本当にいろんなことをされてる。で、あと加藤さんのつながりで言いますと、その合祝の会という会も作られて、あのかの有名な舘野泉先生も丹波篠山市にお呼びになって。舘野泉先生、宮沢賢治大好きなんですよ。そうなんですか。そういうご縁があったんですか。で、その息子さんが先ね、はい、先にシューベルティアで の、あのその年のフランクとして来られて、でそれからなんか仲良しになって、ヤンネさんって言うんですけども、それから今も付き合ってます。あ、そうですか。うちで3週間ほどホームステイをして、されたそれから息子みたいに思ってます。あ、そうですか。すごい、高橋さんの人脈すごいですよね。いやいやいや、あなたに比べたら全然、とんでもございません、とんでもございません。へえ、楽しいですね。でもやっぱりそんな中でね、やっぱり高橋さんのパワーっていうのは、こうやりたいっていうことを素直にやりたいって言って協力してもらうっていうのすごい強いし、みんながもう協力しなくちゃって思うのは美味しいものがあるからなんでしょうか。私はね、いつも言うんだけれども、私は月なんですよ。もう一遍言ってください。太陽じゃないんですよ。ムーンの方ですね。月ですね。そうそう、はい、で私の周りには太陽がやたら多く太陽は一つのはずなのに雑産のはずなのにいっぱいあるで私はそういう太陽の皆さんから光をもらって、何かちょっと光を出せるっていうか、なんかできるっていう。私自身はね、そういう発光するあの力は弱いです、でもやっぱりでもみんなを支えるお母さんなんですよね、きっと。口やかましいおばさんです。いやもう口やかましいっていうのはお母さんの典型でもう一つでもありますからねそして高橋さんは本当にね、若い頃は専業主婦でご主人や息子さんのために美味しいお料理をいっぱい作ってこられたんですけども、ご主人様がお亡くなりになって、子供さんたちも、それぞれご家庭をお持ちになって、今実はお一人で暮らしてらっしゃるんですよね。そうなんですよ。そうした時にやっぱり今まで作ってきたお料理とかとは変わってきました？そうですね、大人数で作ってたものは作りませんね、なんか今はね、なんだろう、ちまちまと、お一人様用のものを数作って、栄養価のバランスをなるべく考えて、自分の体のために栄養素を食べてるっていう気がしないでもないです。あ、なるほどね、こうバランスよく、もちろんね、ご家族に食べてもらう時にもそういうことは考えてらしたでしょうけど、今お一人になって余計にこれからの自分のために栄養バランスのよく取れたものっていうのを意識されてるんですね。あの友達は、私は畑で作ってるって言うんだけど、友達はあれは畑じゃない、畑もどきやって言うんですけどね。ご自分で家庭菜園されてるんですね。なんかこう作れるものちょこちょこ作って、ちょこちょこっと取りに行ってサラダの取ってきて朝に添えるとかね、いいですね、なんかそういうことに楽しみを見つけて、なるべく食がおろそかにならないようにと。どうしてもなんかね、お一人になったらもう自分のために作るのはちょっとっていう方やっぱ多くなられるじゃないですか。そんな時に高橋さんはそうならないために何かされてる？成り立ての時はもう、なんかやけくそみたいで、もう自分のためなんかに作ってやらないみたいな、やっぱりそういう時期は終わりやったんですね。荒れた時期がありましたけど、やっぱりそれはね、お店で買ってきたものって飽きるんです。やっぱりそうなんですね。だから自分で作るようになって、なるべく、安気に水が流れるように下に下るのはやめようと思って、すごい、どこかでとどまってないから。すごい、やっぱりそれはこう自分の意志の力なんですね。ね、だからもう、そこがなんか手作りできるものは自分でしようっていうところではとどまってるつもりです。そうですか。何かこうね、ラジオを聞いてる皆様にこれは簡単にできて
あの体にいいですよみたいな、なんかお得意料理を一つご紹介いただいてもよろしいですか。そんなもの、うんうん、いや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 、あの来る前に作ってきたのは、はい、畑にできてた菜の花をいっぱい摘んで、からし合いにしてきましたけど、いいですね。だからそのお庭にそれがあるっていうのもいいですよね。ねえ、うん、あ、今ねちょっとだけメッセージが届いたので、うん、紹介してもいいですか。はい、今週も聞かせていただいてますよ。バッテリー切れで今になっちゃいました。アーボママさんドキドキしました。お仕事中もラジオ聞いていてほしいですよね。本当やラジオ聞いてあらへんよ。バザーのお話楽しく聞かせていただきましたよ。あたいも神戸や笹山で食べ物バザーいろいろしてきましたよ。焼きそばはもやしを入れて傘を増すんですよって。やらはりました。いや入れました。やった。でおうどんは薄めるだけのだしを使い、揚げ物ならポテトが一番儲かったかなってかっこ笑い。さまざまなお道具も揃えていましたっけ。ここ数年は安く仕入れたものをさも儲けていないふりをして高く売るって、あらら、これは小さな声でねしーって書いてある。でもどんなお店もみんなで準備して売り尽くした時のやった感忘れられませんねって。スマホの充電とあたいの給油をやっとできてほっとしているあたいでしたってメッセージがパンダさんブヒンシュワーって届きました。ありがとうございます。みんなやってはるんや。でも、うん、でも何かそういう目標に向かってね、うんうん、なんかみんなで力を合わせて頑張るっていうのは、絶対後になっても楽しい思い出になるから、うん、そうなんや。それこそあの子どもさんたちがあの文化祭とかで頑張った時の思い出にも似てるんですね、かもわかりませんね。ああいうこと大切なんですね。大人の遊びですからね。一生懸命遊ばないと。ああそうなんや。遊ぶにしても一生懸命ですね。でもね、お産も平和大きな遊びでしたね。よくあんなことができたね。2000万2500万ですから。そりゃなかなか本当になんか、うん、あの時に出た力っていうのは、なんか別でしたね。そうですか。でその時ね、なんかあの新聞にも大きく取り上げられたとお聞きしましたけど、まあ、お産も兵も取り上げられたし、高井さんご自身のことも新聞にあの人の欄に載ったと聞きましたけど、あれはいつの時代ですか。あれはね、お産も兵とは関係ないと思う。また違って、だけども、うんうん、あ、いやそうかな、うん、あの、うん、丹波新聞の荻野会長が、荻野会長がまだ取材してくださって、お若い頃私を、うんうん、で書いてくださったあの見出しが、はい、箱入り奥さん、うん、箱入り奥さん、そうそう、私はそれまで外に出なかったんですよ。はい、家の中しか知らないのが、はい、いきなりなんか外に出て、なんか頑張ってるっていうのね、箱入り奥さんがなんか取り立てやったんですね。そうやって書いていただいたのを、うん、思い出したんです。まあ、またそれご縁で今度一緒にあの4月21日はお産もへを一緒にしますよ。懐かしいです、ね、それこそあの荻野会長に高井さんの話をした時に、高井さんとか言ってすっごい、まだ生きてる。いやそう言われんかったけど、すっごい懐かしがってはって、それこそもう25年ぐらいお会いになってらっしゃらないんですか。途中で、ね、どこかでチラッとっていうのはあるけれど、うんうん、ねえ、でも、うん、あのちゃんとお出会いするのすごい今楽しみにしてます。そうですか。なかなかね、あの丹波市にいながら、隣の丹波笹山市にいながら、なんか会わない時は会わないもんですね。さあ高井様、はい、あの美味しいご飯を一つ皆様にご紹介が残っておりましたけど、どんなもんでしょう。そんな、うん、そんな急に考えてなかったですよ。あ、本当。でもあのいいですよ、今日は、うん、あ、せいさん、あのせいせい、今朝はあの取ってきた菜の花をね摘む。だから皆さん、じゃあ分かりました、皆さん庭にいいものを植えてください。そしてその朝取りに行くんですよ。すると湯がくだけで大丈夫です。からし屋にすると美味しいですよ。からし屋にすると美味しいですか。もうそれが一番やね。あの季節を食べるのが一番体にもいいと思います、うんうん、そう、長生きですね。いやいやいや高井様は本当元気で長生きて、やっぱりもうそのためには
いいものを食べるのいいんですね、季節のものを ね季節のものを季節に食べるっていうのが一番、うんうん、それが一番の健康法ですね、うん、そうか。じゃあ今ねちょっと一人暮らしを始められて、もう自分のためだけに作るの面倒だなって思う方、そんなことありません。自分のためにこそ踏ん張ってください。踏ん張っていいものを召し上がってくださいね、なんかいろいろですよね。なんか高井さんが今日お話の中でね、自分のためには厚かましくなれないけど、うん、誰かのためになら厚かましくなれるっていう、やっぱりね誰かのためにっていうのもあるんだけれども、うん、でもここは一つ自分のためにもね、うん、してほしいですね。まあまだ少しでも力があるんだったら、うん、その力使い尽くして、うん、はいね、はい、終わりたいですから。おすごい、あすごいかっこいいなかなか重みのある言葉ありがとうございますいやもうちょっと遊ぶという意味で、ああそっかそっか、一生懸命遊んで、うんうん、はい、いいですね。それで楽しむこといいんですよね。そういうことです。毎日笑って暮らしたいです。ああ本当にね。だからやっぱり夢フォーラムっていいですよね。夢を持って何か実現する、うん、そしてまあ一人では無理でも それお友達が一人二人三人四人でまた集まっていったら本当に実現できるんですね。何よりの宝はやっぱりお友達、うん、ああそうですか、大きいですね。年を取ってくると余計にそれを感じます、うん、そうですか、うん、お友達大事。でもやっぱりそのお友達作るためにはその人のためにっていうがいいんですねどうですかポイントは。まあそんな理屈で考えてないんですけどね、うん、もうなんか気付いたら仲良しになってるんですね。仲良くなる人とは自然に仲良くなるんです、うんうん、そういうこっちゃね、そういうこっちゃね。無理したらあかんねんね。そう無理は続きません。そうですか。じゃあ自然体で楽しく無理なく頑張る、これがいいんですね。感謝をする、感謝をする、あこれ忘れたらダメですねいや今日はなんかの良いお話をありがとうございましたいえいえ。じゃあまだまだこれから、まだお三毛兵知らない方丹波市にいらっしゃるかもしれないですから、高井さんまだまだこれからお三毛兵広めていきましょうね私は月ですからね、光をください。はい、じゃあちょっとみんなで太陽になってウェーンってはい、今日は本当にありがとうございました。今日お越しいただいたのは大人のための朗読会黒豆エイトの高井道夫さんでしたね。箱入り娘様、箱入り奥様からもう本当にいろんなことをおっしゃれるようになった高井さんのお話をね、たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はパンダリベカでした。